お前も肉体を手に入れたか。これで賑やかな実況が可能だ。ところで俺は、貴様は文字が一番似合っている。今回からモンスターハンタートライの実況を再開しますが、どうだったっけ？最後に投稿したのは2019年7月28日、9ヶ月ぶりの投稿ですね。9ヶ月ってどのくらいだ？テレビ番組サンクール分です。ここまでの月日が、イギネブラを主要したカニカマさんは引き続きリオレイヤの討伐に向かったのでありました。引き続きが9ヶ月という長さ。あまりに日数が経過しすぎてハンターさん老けてそうだね。いや9ヶ月は長い時間だけど老けるほどでもないだろ。名字は9ヶ月でも外見が様変わりすると。名字とハンターを同じにするなよ。それでに私も9ヶ月で外見が様変わりしたぞ。それは1週間くらいじゃねえか。そう、時間が短くとも変わるときは変わる。ハンターも9ヶ月あれば老ける。老けると変わるは意味が全然違うぞ。そうだったのか。さてこの方がリオレイヤだ。登場するたびに影が薄くなるイメージがある。このデザインになったのはトライからで、このリオレイヤがダブルクロスまで使い回され続けることになった。これ以前の旧シリーズのリオレイヤが初代からポータブルセカンド G の4年間、そしてこのリオレイヤはトライからダブルクロスまでの約8年間、一番長く活躍しているリオレイヤなのだよね。って知っている方はどのくらいいるのかな。ギリ今まで全部技名だったのか。幽滅連撃工事法にマウント取れるぜ。名前の長さ以外何一つ買ってないけどな。かっこいいであろう。ボスネーム一覧にすらなさそう。そしてこちらのリオレイヤ、このデザインになったのはトライからですが、ボルボロスやギリネブラのようにトライ独自の仕様はありません。そして今回カミカマさんが使用しているのはタチですね。ついに来た。いきなり思い出してどうしたハゲタか。あートライを始めた時からずっと使いたかったのだ。行くとき人大回転切り。お、あれ使えない。ああそういえば昔のタチは鬼人大回転切りが使えないんだったな。いや違う、鬼人大回転切りは本作から使えるようになったのだ。トライ愛読者の私がよく知っているのだ。なんで出ないのだ。これは操作方法のせいですね。操作方法。今カミカマさんがしているのはウィーリモコンとヌンチャクで操作するフリースタイル操作でして。そういえばあったなそんなの。フリースタイルのせいか、全部貴様のせいか。ペロペロするな気持ち悪い。試行錯誤で出してみよう。無理。フリースタイル操作とはモンスターハンタートライにおける独自の操作方法を言います。ウィーリモコンとヌンチャクを使って、ウィーリモコンの加速度センサーを生かした独特な操作もあります。これからたちのフリースタイル操作を解説しますので、視聴者の皆様も押し入れからウィーリモコンとヌンチャクを取り出し、フリースタイルを感じ取ってみてください。本操作はパート1で解説しているよ。さりげない露骨な宣伝。それでは始めます。たちには縦切り、突き、切り下がりが基本攻撃として存在します。フリースタイルではウィーリモコンを振り続けるか、ウィーリモコンを水平にして A ボタンを連打することで縦切りに変え、突き、切り上げ、縦切り、突きと基礎的な連携を続けることができます。突きだけを使いたい際にはウィーリモコンを左右どちらかにひねって A ボタンを押します。出たな、トライ特有のひねり動作。切り下がり、移動切りを使う際にはウィーリモコンを水平にした状態でマイナスボタンで切り下がり、ウィーリモコンを左右どちらかにひねることで左右移動切りが使えます。これには少し変わった特徴がありまして、本来移動切りは一部の攻撃から派生させる形でしか使用できないのですが、このフリースタイルでは単発で使用できます。唯一生まれたフリースタイルのメリットだね。まあできたところで使いどころはないけど、移動切りを使いこなしたい。いやほんとこれは使えない。この作品に移動切りからの鬼人切り派生はないし、単発で使えるだから何と言っていい。そして問題の鬼人切りです。 Z ボタンで使用できます。しかしここに厄介なポイントがありまして、鬼人切り3までは Z ボタンで良いのですが、それで大回転はどうするんだ。大回転切りは A ボタンを押さないとできません。なんでだ。なんでそこだけ A ボタンを使うのだ、教えろ。私に言われましても。あれか、簡単に鬼人大回転切り出せたら悔しいじゃないですかっていうノリか。いくらなんでもそんなプライドはないと思いますよ。他の操作方法との兼ね合いみたいなやつか。つまり通常の操作も大回転切りは変わった操作をすると、いえ普通に R ボタンで出せますね。なんでだ。ですから私に言われても、そういう操作なんです、慣れてください。わかった。鬼人切りのおさらいだ。鬼人切り3までを Z ボタンで発動させ、最後の大回転切りを A ボタンだ。やったな、たちを使いこなせたぞ。いやー嬉しい限りだね。うんうん、操作がめんどくせえ。なんでこんな操作方法なのかって終始困惑気味だった。このロード画面、左右の人の顔のようなイラストがすごいボーリーに見えて怖いのだ。来たぞー。いやその、9ヶ月のブランクと受付嬢が早口すぎるせいでいまいち状況がわからないんだ。わからないのか、あのくらい聞き取れないのか。貴様それでも人間か。マジだぞ。いや人間でもあれは聞き取れないだろ。視聴者様に聞いてみろよ。わかった、視聴者様に今の受付ジョークが聞き取れたか聞いてみようではないか。聞き取れたが多かった場合貴様に濁点をつけてやる。か、視聴者投票で俺か体がになってしまうのか。両方昆虫だから問題ないね。かとかの話じゃねえよ。状況を説明しますね。カミカマさんがモガの村に派遣されて早1年半。ついにカミカマさんにラニアクルスの狩猟依頼が届きました。漁船を襲って村の食料問題を引き起こしたモンスターだ。以前の約10ヶ月前は陸揚げされた貧弱個体であったけれど、今回は主戦場の水中で戦うことになる。ところでなんで今意味もなく岩を壊したのだろう。昔の初見ムービーではよくあることですが、なぜそうしたか、あえて考察してみるのも面白いと思うのだ。で、お前はどう思う。ライダーズのガチャで爆死したからうさばらししてると思う。ラニアがスマホゲームする時代、時代の流れを感じる。あ、出たまるか。ラニアの指を
はスマホゲームできる指じゃないだろ。しかも首が長すぎて手に持ったスマホが見えないだろ。言いたいことはわかるが、それ以前の問題だ。いいか、スマートフォンをスマホというのは恥だ恥でろ。全人類を敵に回す言葉だぞそれ。さあ、久しぶりに海に飛び込むぞ。トライ、およびトライ G で見られる独自の要素、水中エリアですね。左右だけではなく上下に移動可能になり、三次元な狩猟となります。私は呼吸とともに水中戦をするほど水中戦には慣れている。水中で呼吸はできませんよ。引き続き太刀を使ってモガの村の平和を取り戻す。航行回避の失敗するなんて人生一生の恥。なんか日本語がおかしいが大丈夫か。コーヒーを飲んだせいだと思われる。お前コーヒー飲んだことないだろ。トライの太刀には独自システムがある。出番だ解説する。了解しました。いくらなんでも早すぎると思うのですけれど、水中戦専用のやられ状態があって、水流というものだ。水流、水の流れだ。いやそれはわかる。今の尻尾攻撃のような激しい水の流れを感じると、後ろに下がって一定時間動けなくなってしまうのだ。栄養は不圧だな。違うぞ赤文字。水流は微量ダメージとともに水属性やられになる特性がある。まあ追加効果がある。不圧だな。違うぞハゲ。不圧と水流は完全に別物として扱われており、軽減させるには水流無効という専用のスキルが必要がある。違いはわかった。不圧の水中版じゃないんだな。意地でも認めぬ。たとえ私が一極トン鉄球に押しつぶされる拷問を受けようとも認めん。ボボ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 。水流は簡単に説明するとですね、風圧の水中版ですね。さあトライの太刀の恐ろしさを見せるぞ。鬼人斬りを連携していき、鬼人大回転斬りまで繋げていく。攻撃モーションが来てもゴリ押せ。さあここまで見せて何か分かったことはないであろうか。電気ゲージが減ってないな。その通りだ。もしってリアクションが薄いな。もっとうわーもっとこう。おかしなところってどこだ。左上を見てみるのだ。左上は電気ゲージが減ってないみたいな展開を想定していて、俺がそんなわかりやすい解説アシストポジだと思うと、こんな風にトライの太刀は電気ゲージが最大まで溜まってゲージが点滅している間は電気ゲージが減らない。上に鬼人斬りも使い放題である。だがさすがにそれは強すぎるから、モーションチやエロ補正は控えめだろうな。それはどうかな。なんだと。確かにモーションチこそ 4G より控えめだけれど、それでもトライ G 時代と同程度はあり、ついでに赤補正は 1.3 倍と高倍率。強すぎるだろ。モンスターハンター4で総中根が大変強いのと同じ現象。鬼人大回転斬りが初登場したトライでは使用が手探りでガバがあるのだ。ゆえの強さ、これが手探りガバの力ってやつか。強制ミスを味方につけるのだとかなんとか言ってたら点滅が解除されてしまった。さく電気ゲージの点滅開始。これで鬼人斬り使い放題だぜ。強い。トライの太刀強すぎる。なんだかわかりやすい解説アシストポジみたいですね。そんなことよりこの鬼人大回転斬りで赤ゲージに到達だ。ついでなのだけれど、トライの滝は鬼人大回転斬りで点滅時間が延長される。つまりどういうこと。そんなダメージ受けてないか。もしかしなくてもオーバーリアクションじゃないか。無駄にかっこいい言い方だね。オーバーリアクション。ちなみに意味は過剰反応です。電気ついた。このアイテムが何かわかるか。閃光玉だな。違うぞ、地球専用閃光玉だ。難読さ。怒り状態のタイミングで使うのだ。たとえ蓄電だっても私のダメージ計算が正しければ発生直前にひるむ。あれなんでひるまないのだ。背中はとても硬くて切れ味黄色です。まずひるみません。無理です。ドストレートでペロペロ。ひるま出られなかった部分は麻痺でカバーするよ。おう、この武器麻痺属性だったのか。これしか作れるものがなくて。それって準備をサボりがちな初心者がよく言うセリフだぞ。まさかお前も準備をサボって。これしかなかったのだって。生産リストにこれしかなかったのだ。それは想定外だった。これで麻痺が終了です。これで勝ったと思うなよ。誰も思ってない。閃光玉を使うフラッシュ軽減効果があるぞ。だからといって真っ暗にするのは違うと思うんだが。気にしなくていいであろう。多分問題ない。多分な。結構心配なんだな。さあこれで再びラギアクルスを拘束できたぞ。私の拘束手段が麻痺だけだと思ったか。残念だったな。お守りに携帯酸素玉を備えつつ、弱点の頭部を切り刻んでやるぜと思ったら、ここ胸部ではないか。スイー切り方補正により弾かれエフェクトが出たが、ちょっと気にする。うっへっへっへ。トライの特権連続大回転斬りを見せるぜ。見せるぜ。うーわー決まった。その顔何。ラリアクルスが陸揚げされているな。私が釣り上げたのだ。ラリアクルスは肺呼吸でして、海の中で永遠と過ごすことはできません。体力も消耗するので、疲労回復のために丘に上がるのですね。その理屈だとクロスのラリアは休息中の個体ということになるか。そこは考えないでください。クロスのことまで考えますと、何と言いますか、考察しきれなくてかなり大変で面倒くさいことになります。解説後期だ。なんで3点の刑務所す。現在のラリアクルスは怒り状態です。地上戦といえど攻撃力は高いので気をつけましょう。頭に血は昇らない。大丈夫。問題ありません。素晴らしいぞ解説。なんだか突進が来そうな気がするな。やはり来たな。すごいいいところでブレーキしたね。私を通り過ぎれば有利に立ち回れたのになぜだと思う。それは私が好まれているからだ。あ、ちょっと待ってくれ。どうやら好まれていなかったらしい。わー。今は胸部を切るチャンスだ。切り替え早いな。武器の切れ味が落ちましたね。黄色ゲージは大変弾かれやすいのでお気をつけを。あ、なるほど。こういうことか。そのための鬼人斬り。心眼効果でゴリ押せる。この辺の時期になると緑ゲージが主流になるはずだよな。だから生産リストにこれしかないのだ。強化はどうだ。ラギアの素材を要求される。先ほどからやっているが、これが太刀の鬼人斬り。これにより弾かれを気にせず戦える。しかもトライの連機ゲージが減らない仕様により通常攻撃を差し込む必要がない。この仕様は序盤だと特にあり、回避性能によるフレーム回避。この仕様は序盤だと特にありがたい。回避性能は確かにありがたいな。はい、見るのだ。ラギアクルスが弱ったぞ。意外と時間がかかったな。さすがにモンスターも強くなる時期か。いや、早く倒せている方だと思うよ。これ仮に片手剣とかで言ってたら0分以上かかっている。0分って瞬殺じゃねえか。ごめん、20分と言おうとしたのだけれどにお書き忘れた。
ザリアが逃げたぞ。おうぞ。この水中に逃げたモンスターを自分も水中に飛び込んで追いかける構図がいつも感動してる。トライおよびトライ G 経験者でわかる人いるかな。トイレ内で終えよ。武器の切れ味が落ちとは落ちたよ。しかし基準切りならば。この皮深い。今さらおっと逃げるか。私には麻痺属性があるので統合阻止は簡単に見つけられるよ。やったね。ゆえにとどめの基準大回転切り。ザリアクルスを討伐お疲れ様でした。すでに水中戦に慣れていたのもあるけれど、やはり太刀の実力が強かった。体験片手剣、ハンマー、ランス、スラッシュアックス、ボウガン、太刀。トライに登場するすべての武器種を私は使ってしまった。今後はある程度自由に。いや、まだランスを使ってませんよね。いけね、忘れていた。ランスはランスでトライ独自の仕様というわけでもないのだけれど、変わった仕様があるので使用の機会をお楽しみに。みんなの物を着付け落ち着くの。お前さんに教えてくれたことのカイユー・ラリアクルスを止めることはできなかったということは何も間違いなかったとな。それでハイマの地震は一体運の地震の原因はあのカイユー・ラリアクルスではなかったというのか。明かされる衝撃の事実。覚えているぞ。トライ G では地鳴りだけど本作では地震に悩まされている。さらに最近ラギアクルスが近所に現れて狩猟船が襲われて漁がまともにできないとのこと。そんなピンチを救うべく現れたのが私だ。そのついでに唐突にたそう。ラギアクルスは狩猟船を襲っていただけであり、ラギアクルスに困っているのも狩猟船が襲われて漁ができないからだ。地震の原因は最初から完全に不明だった。いつの間にかラギアクルスが地震の原因だと勘違いしていたってわけか。そういうことだ。狩猟船を襲ってた罪はあるけれど、冤罪存在。ラギアクルス、いや、お久しぶり。今回の動画はいかがだったであろうか。当チャンネルの他の動画もぜひぜひ見てほしい。生放送も時折しているから、見てくださると我が輩は嬉しいぞ。次回の動画も楽しみに待ってくれると嬉しいぞ。